こんにちは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。今回は全米オープンの開幕前情報をギュッと詰め込んだ特集動画となります。マスターズと並んで最上格のメジャー戦をしっかり楽しむためにもぜひ最後までご覧ください。先日今回の全米オープンに先立ってデータのみで分析した優勝予想動画を配信していますので、よかったら合わせてそちらもご覧ください。6月13日から開幕する第124回全米オープンは USGA が主催します。海外4大メジャーの第3戦となり、残すはこの全米オープンと全英オープンとなります。各メジャー戦にはそれぞれ特徴があり、マスターズは参加人数が少なく開催コースが固定されていることが特徴、全米プロはプロ選手しか出場できないことが特徴、そして全米オープンは本戦出場資格に特徴があります。というのも予選会というものが世界各地であり、そこを通過できれば本戦に出場できます。ただもちろん狭き門で2段階の予選を通過していかなくてはなりません。また出場するにはハンディキャップ 1.4 以下という厳しいハードルが設定されています。今年は1万人以上のエントリーがあり、1万人を超えたのは史上3回目。さらに全米オープンを主催している USGA による特別招待枠というのも設けられていて、今年はタイガー・ウッズがその枠で出場することになっています。この枠は毎年必ず適用されるものではなく、昨年と一昨年は招待選手がいませんでした。ですのでタイガー・ウッズの特別招待は2021年のフィル・ミケルソン以来ということになります。この特別招待枠でたった一度だけ優勝した選手がいます。それが1990年のヘイル・アービンです。前年度の優勝者はアメリカのウィンダム・クラーク。昨年大ブレイクして今年もしっかり継続して活躍しています。賞金総額は昨年2000万ドルを記録。これは2023年の4大メジャーの中で最高額。今年はそれをさらに上回ってくることが予想されているため、シグネチャーイベントを超える賞金額になることがほぼ確実です。さらに今年は優勝賞金の比率が変わります。これまでは 18% ほどでしたが、2024年は 20% に引き上げ、もし仮に賞金総額が2000万ドルだった場合、優勝賞金は400万ドルということになります。では過去10年間の優勝者も見ていきましょう。メジャー大会なので当然なのですが、大物選手ばかりが優勝しています。ただですね、今見ると大物選手というだけであって、その当時はそこまで大物っていうわけでもない選手が多いです。例えば昨年のウィンダム・クラークもそうですし、2022年のマッシュ・フィッツパトリック、2017年のブルックス・ケプカ、2015年のジョーダン・スピースもギリギリ入ってもおかしくないですかね。スピースはその年のマスターズを勝っていますが、全米オープンも制したことでこの選手はとんでもないというような風潮になっていきました。4大メジャーの中で最も難しいとされていますが、優勝スコアだけ見るとそうでもないじゃんと思うかもしれませんが、内訳を見ると全然違います。例えばマスターズの場合、過去10年間でアンダーパーの選手が10人以下の回数は3回、全米オープンの場合過去10年で6回もあります。ここ最近の中で最も難しかったのは2020年、ブライソン・デシャンボーが6アンダーで優勝した時と、2018年ブルックス・ケプカが優勝した時。2020年に関しては優勝スコアが6アンダーとなっていますが、2位がイーブンパーだったことからアンダーパーがなんと1人しかいませんでした。2018年は言わずもがな、最高に難しいセッティングで優勝スコアがオーバーパーでした。ここ3年だけ見るとアンダーパーの人数が2023年から順に18人、9人、12人ということで、以前に比べて若干難易度が和らいでいる印象もあります。では今大会に出場する全150名のリストとカテゴリー別の選手リストを見ていきます。まずは現在の世界ランクトップ20。実は世界ランクに関しては昨シーズン終了時よりかなり変わってきました。ジョン・ラームがリブへ移籍したこともあるので、トップ10から弾き出されるのも時間の問題です。松山英樹選手は現在14位、いい位置で全米オープンを迎えることができました。今年中にもう一度トップ10を狙いたいところです。この中で異彩を放っているのがルドヴィグ・オーバーグ。昨年デビューしてわずか1年で世界ランクトップ10入り。今季も抜群の安定感で、あっという間にメジャー制覇してもおかしくありません。
続いてフェデックスカップランキングトップ20、スコッティ・シェフラーが1位を独走しており、仮に残り試合すべて予選落ちしてもこのまま1位でプレーオフシリーズに突入するのはほぼ確実です。今季トップ10を外したのが1回だけという驚異的な成績を残しています。松山選手も現在9位、一時期よりは少し落ちてしまいましたが、今年のプレーオフシリーズ最終戦への出場はほぼほぼ大丈夫かなと思います。昨年プレーオフシリーズ最終戦への連続出場記録が途絶えてしまったので、今年は何としてもたどり着きたいですね。シェーン・ローリーやジェイソン・デイなどベテラン選手の活躍も今季目立っています。続いてリブゴルフ所属選手、今回は12名が出場、9番目の選手までは何かしらの出場資格をすでに得ていて、残り3名は予選会を通ってきました。この中で注目はオーストラリアのキャメロン・スミス。個人的にはまだまだ PGA で活躍してほしかった選手の一人で、全米オープン向きのゴルフスタイルを持っています。大舞台にも強いので要注意となるかもしれません。最後にアマチュア選手、今回は16名が出場、それぞれ当然予選会を通過してきた猛者です。昨年のローアマチュアは39位タイ、一昨年は43位タイ、3年前はアマチュア選手が誰一人予選を通過できませんでした。やはりそれだけ全米オープンの開示は難しく、厳しい予選会を通過してきたプレイヤーであっても苦戦します。ただかなり昔ですが、1933年にはアメリカのジョニー・グッドマンがアマチュアとして出場し優勝した記録が残っています。では今大会の開催コースを紹介します。今年の全米オープンはノースカロライナ州パインハーストにあるパインハーストリゾート&カントリークラブで開催されます。正確に言うとパインハーストリゾート&カントリークラブコースナンバー2、というのもパインハーストリゾートには9つのコースがあり、その中の1つです。さらには今年4月にナンバー10がオープンしました。日本ではなかなか考えられないゴルフリゾートの規模です。パー70、総距離7550ヤードのセッティング、林間コースなのでティーショットの精度が要求されます。ただフェアウェイは特別狭いというわけではありません。自然の砂丘と芝生を巧みに利用しており、印象的なレイアウト、趣向が凝らされたバンカー、砲台型のグリーン、さらに硬くて速い、そしてパー70に対して7500ヤードを超えてきます。これだけ聞いてもかなりの難易度であることがわかります。過去3回このコースで全米オープンが開催されていますが、2011年から2012年にかけてグリーンの芝の張り替えが行われました。それまでベントグラスのグリーンでしたが、暑さに弱いなどのデメリットもあり、コンディション調整が難しく、また見栄えも悪くなるという問題を抱えていました。そのため日本ではまだ珍しいバミューダグラスのグリーンへと変更しました。2014年は優勝スコアが9アンダーとなっていますが、2位が1アンダーでアンダーパーが合計3人しかいませんでした。そのため実質優勝スコアは1アンダー前後になるのではないかと予想しています。全米オープンはすでに2051年まで開催地が決まっており、パインハーストリゾート&カントリークラブコースナンバー2も今後4回の開催が決定しています。なぜ全米オープンはこんなにも早く会場を決めておくかというと、開催年に合わせてコンディション調整を行うためです。早いところでは5年ほど前から計画を立て全米オープンに備えるそうです。では今大会に出場する日本人選手を紹介します。今回は6名の日本人選手が出場。まず1人目は石川遼選手、日本予選を通過した1人となります。これで石川遼選手は全米オープン3年連続出場、過去2大会は古い順から51位タイ、63位となっており、予選落ちはありません。ですのでまずはしっかり予選通過して上位進出を目指したいですね。やはり石川選手が活躍すればおのずと日本でも話題に上がると思います。2人目は清水大成選手、こちらも日本予選を通過した1人となります。全米オープンへは初出場というより海外4大メジャーへの参戦も初。清水選手はゴルフネットワークでもおなじみの内藤裕二さんが2022年からスイングコーチを務めています。さらに10本の指で握るいわゆるベースボールグリップで300ヤードを超える飛距離を持っています。まあおそらく相当緊張するでしょうし、これまた難しい全米オープンなので相当苦戦すると思いますが、頑張ってほしいですね。3
3人目は川本力選手。こちらも日本予選を通過した一人となります。ここまでの3名が日本予選通過者です。姉が女子ツアーで活躍する川本結衣選手で、兄弟揃ってプロゴルファーというすごい家族です。清水選手と同じく4大メジャー大会に出場するのは初。まだ24歳でポテンシャルも大きく秘めた期待の若手選手となります。清水選手と川本選手にはなんとか予選通過を目指してもらいたいですね。4人目は金谷拓実選手。金谷選手はテキサス州で行われたアメリカ予選の一つで予選通過。今年はアジアンツアーや PGA ツアーに参戦するなど海外を飛び回って頑張っています。個人的には本当に応援している選手ですね。アマチュア時代には世界ランクナンバーワンにもなっていますし、そろそろ殻を破ってもらいたいです。今年は全米プロにも出場して予選落ち。前回の悔しさをバネに今回は上位進出を目指してもらいましょう。5人目は星野陸也選手。今季 DP ワールドツアーで見事優勝。しかし5月から肺の帰郷により1ヶ月の療養を発表。ただなんとか全米オープンには間に合うようです。星野選手は DP ワールドツアーランキングトップの貴重なカテゴリーで出場権を獲得。実際は1位がローリー・マキロイですが、出場権をすでに他のカテゴリーで持っているため星野選手にその枠が回ってきました。これは本当にすごいことです。今年は日本ツアーから欧州に飛び出し好成績を収めています。このままいけばおそらく来季は PGA ツアーでプレーすると思うので、今から非常に楽しみです。療養明けの試合なのでちょっときつい面もあると思いますが、ヨーロッパで鍛えた力を見せつけてほしいですね。では恒例の優勝予想コーナーに行きたいと思います。厳選した5名を紹介しますので、大会中はぜひ注目してみてください。そして視聴者の皆様も参加してじゃんじゃんコメントを残してください。前回の全米プロでは多くの予想コメントが寄せられ、シャウフェレ予想をされていた方も多かったです。では早速1人目からいきましょう。全米オープン優勝候補1人目はアメリカのサヒス・シガーラ。彼を選出した理由は先日公開したこちらの動画で詳しく語らせていただいております。詳細が知りたい方はぜひこちらも合わせてご覧ください。見ていない方にもなぜシガーラを優勝候補としたか簡単に説明します。実は全米オープンはそれまでにそのシーズンで優勝していない選手の方が勝率が高く、シガーラは今年16試合に出場して優勝なし。トップ10が5回のうち2回準優勝しています。今年3年目ですが、いつ覚醒してもおかしくないポテンシャルを秘めています。今は一つ年上のスコッティ・シェフラーが正真正銘のトップですが、シガーラもきっかけさえあれば爆発する可能性が十分にあります。そして現在フェデックスカップランキング6位。優勝がないながらもこの位置にいるのは実はかなりすごいことで、それだけの安定感も持ち合わせています。そして先日公開した動画の中でもお話ししましたが、過去優勝者の統計を取った時にスタッツに関する全ての条件をクリアしたのがシガーラのみでした。今回のコースは総合力はもちろんですが、その中でもドライバーとパッティングが鍵を握ってくると見ています。シガーラはどちらのスタッツも高水準で、ストロークエンドトータルも5位。ここまでプラス材料ばかりとなりましたが、もちろん懸念点もあります。それは大舞台での経験の少なさです。まだ3年目なので仕方のない部分もありますが、これまでメジャー大会は8回出場、最高成績は昨年マスターズの9位。そのため今回の予想を現実にしてもらうにはトップ勢に遅れないこと、しっかりついていければチャンスは大いにあると思います。全米オープン優勝候補2人目は日本の松山英樹。日本人選手の時に松山選手を入れなかったので、勘がいい方はここで入れてくると分かったかもしれません。私は他の動画でも常々言っていますが、松山選手が取れる確率の高いメジャー戦は全米オープンだと思っています。なぜなら我慢比べの展開に強く、ロースコアゲームを得意としているからです。さらに我慢比べの展開になった時、一番重要なのはメンタルで、フラストレーションを抑えながらいかにコントロールしていくかです。その点松山選手のメンタル面は他の日本人選手には絶対にないものを持っています。これは長年松山選手を見てきて確信して言える部分です。
逆に言うとメンタルの部分こそネクスト松山が簡単に出てこない理由じゃないかなと思っています。今季は2月のジェネシスインビテーショナルで優勝、何より今季予選落ちがなく順調にシーズンを経過しています。スタッツの面でも問題は特にありません。パッティングの数値が低いですが、いつもこんな感じなので特に問題はないです。これは全然悪口的に言っているわけではなくて、選手によって得意不得意はあるので誤解しないでください。松山選手の場合、とにかくピンそばにつけてバーディーパットをたくさん打っていくスタイルなので、逆を言えばパッティングの調子がいいときはかなりの確率で優勝争いに絡んできます。今回はそのパターンを期待したいですが、ウィークポイントが急に良くなることは稀なので、ストロングポイントを生かしたゴルフを期待しています。またストロークエンドトータルがトップ10に入るというのは真のトッププレイヤーの証です。つまりゴルフ全体の内容がいいという証拠なので、総合力が要求される全米オープンではかなり有利に働くと見ています。マスターズに続いて全米オープンでの優勝を本当に期待しています。とにかくですね、初日だけ、そこだけしっかり乗り切れればチャンスは絶対にあります。全米オープン優勝候補3人目はアメリカのサム・バーンズ。今回5人選出するにあたって一番迷った枠です。5人の中では一応大穴枠ということになるかもしれません。今季は14試合に出場してトップ10が5回、最高成績は2月のフェニックスオープン時の3位タイ。マスターズ、全米プロともに予選落ちを喫しています。バーンズを選出した最大の理由は同世代の活躍です。バーンズは1996年生まれで、 PGA ツアーでは黄金世代の一つです。例えばウィル・ザラトリスや先日優勝したデイビス・ライリー、そして現役最強プレイヤーのスコッティ・シェフラーなど、そうそうたる面々です。日本でいうと星野陸也選手も96年生まれです。もう一つの黄金世代が93年生まれで、ちょっと数え切れないほどスター選手が揃っています。ジョーダン・スピース、ジャスティン・トーマス、ザンダー・シャウフェレ、キャメロン・スミス、ブライソン・デシャンボー、ウィンダム・クラークなど百花繚乱の世代です。やっぱりこういうライバルの存在ってかなり大きくて、同世代が活躍するといいモチベーションになったりします。バーンズはすでに PGA ツアーで5勝を挙げていますが、大きな大会では勝ったことがありません。シェフラーとは親友関係でかなり刺激を受けていると思うので、今回は思い切って選出しました。スタッツ的に言うとかなり安定的です。突出したものは今のところありませんが、まんべんなく何でもこなせます。気になるのはパッティングのスタッツが落ちていること。バーンズの最大の強みでもあるので、ここが今回非常に重要になってくると思います。懸念点としてはバーンズはどちらかというと伸ばし合いの展開の方が得意ということです。全米オープンのような難しいセッティングでどれだけ我慢できるかというのが一つのポイントですね。全米オープン優勝候補4人目はアメリカのコリン・モリカワ。今回の5人の中ではかなり自信を持って選出しました。今季は14試合に出場してトップ10が6回、優勝はありませんが、シガーラの時に話した通り、過去のデータから言うと全米オープンまでに優勝のない選手の方が勝率が高まります。さらに直近の成績も右肩上がりで完全に仕上がってきています。森川のすごいところは、大舞台でも普段と全く変わらぬパフォーマンスを発揮できることです。極めつけは2020年の全米プロで初出場初優勝、しかもメジャー選手上はわずか2戦目、さらに翌年には全英オープンでも優勝、これも初出場初優勝という偉業を達成。デビュー戦で2つの異なるメジャー戦を制した選手は森川が初でした。スタッツで見ると松山選手と類似している点が多いです。パッティングのスタッツは悪いですが、とにかくドライバーの精度とアイアンショットのストロングポイントでスコアを積み重ねていくタイプです。ただ一つ気になるのはストロークエンドアプローチザグリーン、つまりショット力のスタッツが低いということ。森川はここ数年でトップ10を外したことがなく、今年はそこで若干苦労しています。1ヶ月前よりはかなり上がってきましたので、ショットもだんだん仕上がってきています。結局シーズンを終えてみたらトップ10付近にいるのではないかと思っています。もし全米オープンで優勝すればグランドスラム大手、森川にはそれだけのことを成し遂げられる実績と実力があるので、今回はかなり注目となります。
全米オープン優勝候補5人目は北アイルランドのローリー・マキロイ。データ分析上ではシガーラをしていますが、マキロイは総合的に見て今回の本命の一人となります。実はシーズン序盤はそこまでいい成績を残せず、マキロイにしては苦しんでいました。とは言っても予選落ちゼロなので、マキロイにしてはということです。結局メジャーシーズンに入ってきてから優勝が2回、直近3試合も安定しています。そしてマキロイを本命とした理由は全米オープンでの成績です。なんと全米オープンにおいて過去5年間でトップ10を外したことがなく、平均順位は 6.2。 これはもちろん全選手で1番。昨年は単独2位と惜しいところまで行きました。最近の調子と過去の成績から考えて優勝候補の本命と言えるでしょう。現在世界ランク、フェデックスカップランキングともに3位。スタッツも素晴らしいです。弱点がないんですよね。スコッティ・シェフラーなんかはパッティングが少し苦手だったりしますが、マキロイは全体的に安定していて、なおかつ皆さんご存知の通りその飛距離、今季も平均飛距離 317.5 ヤードで2位。さらにそれでいてデータには載せていませんが、フェアウェイキープ率が35位と精度も高くなっています。普通は飛距離が出る選手はどうしても方向性が悪くなりがちですが、飛距離と方向性を両立している数少ないプレイヤーです。懸念点としては、いい意味でも悪い意味でも劇場型ゴルフということ。いい意味で言うと観客を魅了することができて、悪い意味で言うと何でもないようなところでトラブルになってダブルボギーなど簡単に出してしまうことです。でもこれは私は悪いことだと思っていなくて、マキロイの個性であって、さらに言えばマキロイが世界中で愛されている要因だと思っています。勝ち方一つとっても何かしらのストーリーを作ってくれるのが真のスターです。久しぶりのメジャー制覇を大いに期待しています。さてこちらが今回の優勝予想5名です。いつもはチャレンジ枠としてそこまで知名度がなかったりする選手を1人入れるんですが、今回サプライズ人選はなし、かなりガチめに予想しました。シェフラーやシャウフェレはもちろん優勝候補に入ってきてもおかしくないです。またリブ勢から1人入れようと思ったんですが、やはり試合を見ていないということもあるので今回は選出しませんでした。この中で順番をつけるとすると難しいところですが、データを信じてシガーラ、マキロイ、森川、松山選手、バーンズですかね。皆さんもぜひ予想してコメントしてみてください。優勝予想1人でも全然構いません。ピタリとなった方は次回の動画で発表させていただきます。では最後に海外オッズメーカーによるパワーランキングを紹介します。公式のパワーランキングは火曜日に発表される予定です。興味がある方はそちらもニュースサイトか何かで確認してみてください。それでは10位から早速見ていきましょう。第10位はアメリカのパトリック・キャントレー。最近の調子から言うとどうかなという感じです。第9位はアメリカのブライソン・デシャンボー。全米プロでは惜しくもシャウフェレに敗れましたが期待できます。第8位はアメリカのコリン・モリカワ。パワーランキングでもトップ10に入ってきました。第7位はノルウェーのビクター・ホブランド。ここは実際迷いました。調子が上がってきているのは間違いないです。第6位はスウェーデンのルドビグ・オーバーグ。毎回パワーランキングに入ってきていて期待されています。第5位はスペインのジョン・ラーム。今年のメジャー戦では結果が出ていないので微妙なところですかね。第4位はアメリカのブルックス・ケプカ。17、18年に連覇しており、リブ勢の中では一番期待しています。第3位はアメリカのザンダー・シャウフェレ。全米プロで悲願のメジャー初制覇。ただメジャー連勝はなかなか難しいんじゃないかなというのが個人の感想です。第2位は北アイルランドのローリー・マキロイ。ここで2位に入ってきました。私はかなりの確率で優勝争いに絡んでくると予想しています。そして第1位はアメリカのスコッティ・シェフラー。今年のシェフラーの強さは異常なので、公式でもおそらく1位予想になるのではないかと思います。もちろん十二分に優勝のチャンスがあります。こちらが今回のパワーランキングのリストとなります。基本的には全米プロから全米オープン前までの調子を加味した形となりました。ジョン・ラームとパトリック・キャントレーはちょっと現状ではどうなのかなという気はしますが、もちろん力のある両選手なので可能性はあります。注意点としてはこれは海外オッズメーカーのパワーランキングなので人気も込みなんですよね。
普通に考えると上位3名は優勝争いに絡んできそうな感じですね。ちなみに松山選手は19位にランクされていました。アジア勢の中ではトップです。今年の全米オープンは過去最大の賞金額となることが予想され、ものすごい戦いになるのではないかと思っています。全米プロがあれだけ派手なバーディー合戦だったので、その真逆の展開になるとまた面白そうですね。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。